これより二輪免許を所持している諸君らのために交通安全講習会を行う。それでは本日特別に牧頭署から安全指導のために来てくださったお二人を紹介する。辻元夏美巡査と小早川美雪巡査のお二人だ。なんで私たちがこんなバカ臭いガキンチョどもの相手しなくちゃなんないわけよ。夏美、それは私のセリフよ。ギク。おい、差し入れだぞ。差し入れ。まあ。ラッキー。好きに取っていいぞ。いただきます。ああ、食べちゃダメ。うん、遅かった。うんうん。ゆきさんの。取ってあるよ。うん。あ、あ、あ。辻元が当たりだ。あの赤い大福だけ豆が外にはみ出して美味しそうだったのね。課長の罠よ。こいつらふざけてると痛い目に遭わす。講習を始めます。まず皆さんにはこのスクーターに乗ってもらうわけですが。はいはいはい。なに？僕に最初に乗らせてください。自信あるんです。おっと、こら、何すんのよ。すんません、受験勉強で疲れてるんすよ。何が、何のつもり。いや、倒れたスクーターの起こし方を教えてもらおうと思って。よろしい。見てなさい。見てます。後で同じようにやってもらいますからね。はーい。倒れたスクーターなどを起こすときは足を曲げずに腰から体を倒し、適当にハンドルやシートの下をつかみます。あとはこうやって一気に、そして一度両手で高く持ち上げてから両肩の上。どう？参考になったかしら。はい、どうも。そう、それじゃあ次、さっきの君やってみせて。え、俺？どうしたの？もっと腰を伸ばして一気に持ち上げるのよ。倒れたスクーターも起こせないようじゃ。おっと、手が滑った。踏み込みが甘い。おお、西村よくやった。お前の手腕無駄ではなかったぞ。任せたわよ、みゆき。父兄を怒らせるとどんな目に遭うか教えてあげないとね。ではどなたか実際に乗ってみていただきましょう。坊や、どう？え？不敬さんよ、俺こう見えても1100乗ってんすよ。スクーターなんざベビーカーみたいで。まあそう言わずに、お手本見せてくれたら不敬さんがデートしてあげる。今俺の華麗なライディングを見せてやっからよ。いい子で待ってんだぜ、ベイビー。ヘルメットかぶらなくていいの？へへ、ゲンチャリで事故るほどバカじゃねえよ。だ、誰か止めて！あ、言い忘れましたが、あのスクーターはフルチューンしてあります。発進の際は十分注意してください。どんなに悪い頭でも保護をしなくてはいけません。ヘルメットはきちんとかぶりましょう。ああやってバカ野郎な格好でスクーターに乗っていると、あ、どうも。
駐車車両が突然ドアを開けたりする場合がありますので注意してくださいね。次の人、ブレーキングが甘い。アクセルターンくらいできなくてどうするの。あれ？もう終わり？それじゃあ帰りましょうか。ええ、ふけさん、どう、お乗りこなせるようになったらまた呼んでね。さよなら坊や。どう、ぐっんヘルメット着用、法定速度厳守、交通マナーも非常にいい。しかしお前ら一体何を教えたんだ。